アルビレックス新潟チェンビンビン獲得かこの動画ではアルビレックス新潟に移籍の噂があるチェンビンビン選手のニュースについて振り返ります。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。j リーグの移籍のニュースについて動画を上げていますので、差し支えなければチャンネル登録の方よろしくお願いします。8月11日アルビレックス新潟は中国スーパーリーグ上海海溝から中国代表フォワード。 チェン・ンンビビ選手を獲得する可能性があるようだと中国・上海の地元紙が伝えていますチェン・ビンビン選手は1998年6月10日生まれの現在24歳身長1 7 9センチの選手ですチェン・ビンビン選手は2014年に上海海溝のユースアカデミーに参加してサッカーのキャリアをスタートさせました2017年に上海海溝のトップチームに昇格2018年5月にはのトップチームに昇格 中国代表で理を果たしています2020年のアジアチャンピオンズリーグでは横浜 F マリノスとビッセル神戸と対戦しています左サイドを主戦場とするグインガー、チェンビンビー選手アルビレックス新潟に移籍をするのか同行に注目しています以上、リッパーのサッカーチャンネルでした